アララト平野を含むアララト峡谷の土地利用図。エレバンからのアララト平野の眺め。メザモル、アルマビル付近のアララト平野の空撮。アララト平野、別名、イグディロ平野は、アルメニア高原における最大級の平野部の一つ。セバンコ周辺の盆地の西側、ゲガム山地の山裾に広がる平野である。北側には、アラガツ山があり、南側には、 アララト山がある。アラス川を境に二つの区域に分かれており、北側はアルメニア領、南側はトルコ領となっている。トルコ側の領域は重要野鳥生息地となっている。アララト平野はエレバントラフと称される構造盆地が長い時間をかけて堆積物によって埋められて形成された堆積盆地の平坦地であり、 第3期中心よのものとされる基盤は5500メートル以上の深さを持っている。平野の中央を貫いて清流するアラス川がアルメニアとトルコの国境を成している。アララと平野とセバンボンチは日照に恵まれており、年間2700時間以上とアルメニアの中でも最も晴天の時間が長い地域である。日照時間が最も短いのは 山間部の森林地帯で、おおむね2000時間ほどとなっている。6月から10月にかけての時期、山のふもとでは、太陽の出ない日は滅多にない。ある程度の降水が見られるのは、春季の3月から5月にかけてであり、エレバンの観測地では、年間降水量306ミ、mm、リメートルに対し、夏季の月降水量は20ミリメートルにも満たないと、される。その一方で、 産地に囲まれた盆地であることから地下水資源には恵まれている。当地一帯には新石器時代ないし同期時代初期から人類が定住していた。おおむね紀元前6000年頃には平野に農業集落が成立していたと考えられている。新た線では最初の陶器は紀元前5000年期、すなわち紀元前4000年より前のものが出土している。 中世アルメニアの歴史家、モブゼスコレナツィは、著書、アルメニアの歴史の中で、アララトという地名は、アマシャの彦である、ビレイオアラに由来すると述べている。アララト平野は、アルメニアの国土の4%を占めるに過ぎないが、アルメニアの農業生産の40%を、担っている。平野のトルコ領側では、アプリコットの生産が盛んであり、 作付け面積は1525ヘクタールに及ぶというアルメニアのアルツからのアララト平野のパノラマ。ありがとうございます。